正直もう見飽きましたね、この形に関しては。まあ逆に言えば、この攻撃の形がね、これしかないっていうのがかなりの問題だなと。はい、どうも皆さん、こんにちは、ケビンです。はい、というわけで、いよいよね、プレミアリーグ開幕していったわけなんですけども、初戦、アーセナル対ブレントフォードの、開幕戦となりましたけども、まあ、見事な完敗を食らったなというふうに思いました。というわけで、今回はプレミアリーグ第1節、ブレントフォード戦のマッチレビューやっていきたいと思います。まあ、結果から言いますと、2対0の敗戦となりましたけども、まあ正直ね、この一節目からマッチレビューで、こんなにショックを受けているのかというふうに思いますし、かなりね、動画撮るのがしんどいなというふうに思うぐらい、ショックを受けているんですけども、本当に弱かったなというふうに感じました。さあ、というわけで今回注目したいポイント、主に3つとなっております。まず1つ目、バロ軍のデビューと。いうことで、今回の試合ではですね、オーバメヤンとラカゼットが体調不良、そしてヌケティアが、まあ、プレシーズンのね、チェルシー戦で怪我をしたため離脱しているので、開幕戦でまさかのスタメン起用というふうに大抜擢を受けたバロ軍だったんですけども、まあちょっと残念ながらこう苦いデビュー戦となってしまったのかなというふうに感じました。まあバロ軍のプレーを見て個人的に感じたのが、やはりまだプレミアでのフィジカル面に達していないのかなというふうに感じました。まあ普段こうラカゼットのね、ポストプレーだったりっていうのを見てるので、バロ軍のね、ポストプレーがあんまり収まってなかったなっていうふうに思うので、まあそこから取られてカウンター食らったりっていう部分も結構あったので、まあラカゼットと比べるっていうのはかなり酷な部分ではあるんですけど、まあちょっとまだフィジカル面に問題あるのかなというふうに思ったので、まあローンであったりとかで、こうどこかでね、こう使用させに行ってあげてほしいのかなというふうに感じました。ただまあ動き出しの部分であったりだとか、こうシュートもね、2、3本打ててるっていうのを考えると、まあ多分他の試合見てもラカゼットもそうだし、まあヌケティアとかもそうなんですけど、あんまりシュート打ってる本数変わんないと思うので、そういう部分に関してはまあ初スタメンでよくそんだけシュート打てたなっていうふうには思うので、そこは結構評価できるポイントなのかなというふうに思いました。なのでまあ今後ね、フィジカルもつけていって、こう成長していけば、まあプレミアでもこう戦っていけるようなこうストライカーになれるんじゃないかなというふうに感じてるので、まあどこかにね、こうローンで出してあげてほしいかなというふうには感じました。でまあ今回のね、バロ軍のスタメンに伴って僕がちょっと感じたのは、ちょっと今回オーバメヤンとラカゼットにはちょっとがっかりしたなというふうには感じました。まあこのね、大事な初戦で体調不良で欠席っていうのに関してはちょっとどうなのかなっていうふうに思う部分がありまして、まあプロであるならばね、こうしっかり体調管理していい状態でね、臨んでほしかったですし、まあベテランの2人だし、オーバメヤンはキャプテンじゃないですか。なので、こう、チームを引っ張っていってほしい立場であるのに、この開幕戦では、こう、チームにね、迷惑をかけてしまっているっていうのがあるので、そういう部分に関しては、ちょっとこの2人にはがっかりした部分があります。ただまあ、まだ詳しいね、こう、詳細が出ていないので、もしかしたら、こう、コロナ関係でね、まあ、隔離だったりとかっていうのがあったりするのかもしれないので、まあ、そういう場合だったら、今回の僕のこの発言に関しては謝罪しますし、撤回はするんですけど、ただ単に体調不良っていうことでありましたら、ちょっとまあがっかりしたなっていうふうには思いました。さあ、そして2つ目は守備陣についてですね。まあ、プレーシーズンでもこうセットプレーから3失点くらいしてると思うんですけど、この試合でもね、2点目はロングスローからの失点となりました。こう、いつまでね、苦手なセットプレーからの失点を見続けなければいけないのかなというふうに感じたのが、まあ、本音ではありますね。やっぱり、ベンゲル期からそうなんですけど、セットプレーからの守備って、もうずっとアーセナルの課題なんですよね。空中戦弱いなっていうふうに言われ続けているんですけど、まだその改善ができていないのかっていうふうには思いますし、まあ、今季ね、新加入したベン・ホワイト、
なんかもですね、まあもともと航空宇宙船が苦手っていう風に言われているので、まあ今シーズンもよりこのセットプレーからのね失点が増加するんじゃないかなっていう風には感じましたし、まあ特にね今後このベン・ホワイトのね部分狙われたりするとかなり厳しいんじゃないかなっていう風には感じたので、まあそこに関しては、まあ、空中戦強いガブリエルとねコンビを組んだりだとか、まあ3バックに変更することでこう改善することがねできるんじゃないかなという風には思うので、何かしらねセットプレーに対しての解消をねなんとかこうしてほしいなというふうには感じています。でまたねこの試合に関してはマリのパフォーマンスがかなり悪かったので、こうそこまで左足にこだわらなきゃいけないのかなというふうには感じました。まあホールディングを左で使うっていうのもありだと思いますし、そこまでしてねサリバーをローンに出す必要があったのかっていうのは本当に疑問に感じましたね。サリバーをこう試してみてもよかったんじゃないかなっていうふうには感じてるので、ちょっとねまあプレーシーズンからねマリのパフォーマンスは良くないっていうふうには聞いてたんですけど、特にこの試合はマリのパフォーマンスがひどかったので、ちょっとアルテタのね選手起用に関してちょっと疑問が出るのかなというふうに感じました。最後3つ目はティアニーのクロスデーについてということで、正直もう見飽きましたねこの形に関しては。まあ逆に言えばこの攻撃の形がねこれしかないっていうのがかなりの問題だなというふうに感じてまして、まあ昨シーズンからね前半相手にリードされまして、後半ずっとティアニーのクロスゲーに頼って頼むからこうなんか起きてくれっていうようなサッカーをずっと見てきてるんですけど、正直こう可能性を全く感じないんですよね。まあ昨シーズンから何の変化もないですし、正直こう限界を感じてる部分がありまして、まあ特にね後半47分20秒の部分なんですけど、まあジャカがねこうボールを持ったシーンなんですけど、マルティネッリがね裏に抜け出していまして、そこにね縦パス入れればシュートチャンスになりそうだったっていう部分だったんですけど、わざわざティアに上がってきたとこを選択してっていう場面なんですけど、これここの部分に関してはミスしてもいいので縦パスをこうマルティネッリにつけてほしかったんですよね。でジャッカだったら多分それできると思うんですよ。なのにこうわざわざティアニーを選択してるっていう部分だったので、まあ本当にこのチームの決め事として最後のチャンスメイクは全部ティアニーにやらせましょうっていうような、そんな決まり事がこうあるかのように見えたんですよね。そこまでしてこのティアニーのクロスゲーに頼る必要があるのかっていうふうには思いますし、その例えばね、まあ、ジルーとかそういう空中戦に強いタイプのフォワードがいるわけではないので、もともとねディフェンスで空中戦弱いアーセナルが攻撃時は空中戦強くなるかって言ったら多分そんなことはないと思うので、正直このクロスゲーに関してもあんまり可能性を感じないので、もういい加減にしてほしいなというふうに僕は思うんですけど、なんかそれをやるのであればそれに適したねフォワードを取ってくるとかっていうのが必要だと思うんですけど、それすらできていないので、正直ここに関してはかなりアルテタの考え方が僕はわからないなというふうに思いました。そしてまあティアニーをこういう使い方してればそれは怪我するだろうなというふうに思いますし、もう本当にティアニー過労死すんじゃねえのかなっていうぐらい上下にね走っているので、本当に今シーズンもどこかで怪我するんだろうなというふうに感じました。さあというわけで今回のマッチレビューこの辺で終わりたいと思いますけども、プレミアリーグのね 2122 シーズンの開幕戦、そしてマッチレビュー一発目ということなんですけど、かなりね暗い動画になってしまいましたけども、本当にそんぐらい喋ることがないプラスなこともあまりないんですよね。本当にスミスロー上手かったなっていうぐらいスミスロー上手かったなっていうのと、サンビロコンがいいなっていう風に思ったぐらいで、
本当に昨シーズンからあまり変わりがないので、このままで大丈夫なのかなっていう風に感じたのが正直な気持ちですね。まあ開幕戦落としたっていうのはかなりでかいなっていう風に感じてますし、まあ僕が開幕戦始まる前にプレミアリーグに日程決定みたいな動画でブレントフォードに足元を救われるとしんどいですよみたいな話をしたと思うんですけど、本当にそれと同じような展開になっていくんじゃないかなというふうに思いまして、かなりねビビっていますけども、この後もねチェルシー、シティっていうふうに日程が厳しくなってくるので、結構アルテタの首も危ういんじゃないかなというふうに感じているので、まあ今シーズンもアーセナルは修行が続くと思いますけどね、皆さん頑張って応援していきましょうということで、次のチェルシー戦しれっと勝ってくれたらいいなというふうに考えておりますけども、なんとかね厳しい試合になりそうだなというふうに感じてますけども、まあ応援あるのみなんでね、頑張って応援していきましょう。はい、というわけで今回この辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしね動画気に入っていただけましたら、チャンネル登録、コメント、高評価などよろしくお願いします。はい、というわけでまた次回の動画でお待ちしております。それではさよなら。